ナチュラルスピリットの佐々木さんです。おはようございます。おはようございます。1週間長かったです。すいません、ごめんなさい。いえ。はい、今日もやってまいりました、はい、スピリチュアルステーションのコーナーでございます。はい、今日のご本は何でしょうか。臨死体験をしてですね、はい、そしたら末期がんが治ってしまったという奇跡の話。はあ、やっぱり臨死体験って特殊ですよね。いろんなミラクル起きちゃいますよね。そうなんですよね。で、最近あの臨死体験私しましたっていう本が軒並み出ていて、はあ、うん、時代なんでしょうかね。なんかね、で世間でも結構そういうニュースじゃないけど、いわゆるネットなんかでも結構普通にあの臨死体験の話題ってね多くなってきてるように感じるんですけど。そうか、ね、ちょっと前、まあ、ちょっとでもないのかな、何年か前には、はい、臨死体験って超特殊な話だし、そうですよね、眉唾物の話に聞こえる感じがあったじゃないですか。それが結構一般的な話題になりつつある感じですよね。はい、でそしてその臨死体験中の記憶を持って戻られた方には、はい、やはり戻ってきてからミラクル起こってますよね。なんかそういう話多いですよね。はい、で今回のご本の著者さんですよね、はい、がご自身が末期がんであられたのに、はい、そのがんの症状から、ま、この臨死体験に入られるんですかね。結局、はい、まあ、インドの、まあ、著者さんインド人の方 で、はい、で香港に住んでたんですけど、ちょっとなかなか複雑ですね。インド人なんだけども香港在住、はい、でインドってすごくあの、まあ、階級が未だにあったりするぐらいで、すごくあの厳しい社会じゃないですか。はい、で生きていくのはすごく大変で、あの家計家柄のことであったりとか、はい、あので結婚なさって、まあ、社会にバリバリやってたわけなんですけど、まあ、ストレスがものすごい多くてね、はい、あの大変な状況で結局がんになっちゃうんですけど。なるほど。でそれをご本人が手記にまとめた感じなんですか。はい、そうですね、あの本人が結局その、まあ、末期のがんでも助からない状態にまで行ってしまって、はい、で臨死体験をするわけです。はい、で一旦もうお医者さんがもう、 あのもうダメだと、はい、いうことになってる間、彼女はですね、これアニータ・ムラジャンジさんという女性なんですけど、ご本はね、はい、タイトルは喜びから人生を生きる、はい、アニータ・モアジャーニさん、はい、はい、でここ、帯にですね、末期がんから生還した、はい、アニータの素晴らしいメッセージをぜひ読んでください、はい、人生が変わりますと山川ご夫妻が推薦されてるんですね。 それはすごい。実はあの山川ご夫妻がこの本を翻訳したかったと、あ、そうか、訳違いますね、他の方ですね。うちが実は版権を先に取ってしまっていてですね、でこの本を翻訳したかったんだ、素晴らしい本だよって言ってくださったんですよ、出る前に。あら、でもそんな状況下の中で帯を書いてくださるって、やはり素晴らしいですね。本当に。で、まあ、そのアニータの話ですけど、結局その臨死体験をすることによって、はい、今までのその二極性の中で育ってきた環境であったりとか、はい、その、まあ、いわゆる一般的な社会の常識であるとか、はい、そういうことが全て今まで間違ってたということに気づいちゃうわけです。魂のあるままの状態ではなかったことに気づくわけですよ、臨死体験の最中にね。そっか、うん、まあ、ボディから離れるわけじゃないですか、はい、やはりボディに入るということによって、やっぱり脳みそ、はい、脳からのいろんなしがらみも出てきちゃいますしね、そうですよね、うん、そういったものから全て解き放されて、自由になった瞬間に、はい、物の見方は多分変わるんでしょうね。そうですね、臨死体験もしたことないし、ユータリナスもしたことがないのでてか記憶にはないのでわからないんですけど、多分そういうことなんですよね。そうですね。で自分がどうしてがんになったかっていう理由までちゃんとわかるんですよ。すごい、うん、で、あの恐れ、はい、恐れが自分ががんになった原因だったっていうと自分で気がつくわけです。いや、肉体から離れただけで、うん、そういう気づきがいただけるって、やっぱりすごいですね。魂ってやっぱ完璧じゃないですか、はい、だから本当にそういう話をリアルに体験した人が伝えるってものすごい重みがあると思うんですよね。本当におっしゃる通りだと思います。
しかも、先ほどのお話では、はい、お医者様がこの実際の診療記録、あ、そうですね、こういったものまで載せてくださってる、ね、載せさせてくださってる、これなかなかないことですよね。ないと思うんですよ、はいはい、やはり西洋医学のお医者様はどうしてもそのアプローチをされるので、それと全く違う結果現象に対しては受け入れないという方が、はい、そうですね、まだまだてかかなりまだ多いじゃないですか、うん、でまあ、臨死から戻って、はい、あの本当に数週間とかそういう短い期間で、はい、がんがどんどん治っていっちゃうわけですよね。それまでも手の施しようがない状態でもうダメだっていうところまで行ってるのになんでそうなっちゃうのかっていうのがやっぱお医者さんはね認めるわけにはいかない。だけど記録としては、うん、ちゃんと記録になっていて、うん、でその、まあ、あのお医者さんのね、あの記録がちゃんと載ってます、これ。そうか、まあ、実のところちょっとこの5本の話から飛んでしまって恐縮なんですけども、はい、あの今日の前半のドルフィン先生、はい、ドルフィン先生の患者さんに先日私お目にかかるチャンスがありまして、はい、その方もですね、昨年の10月まで、はい、余命2ヶ月を宣告されてた方だそうなんですよ。はあ、はい、末期がんです、でそして10月まで全然診療が受けられなかったんです、ドルフィン先生もう混み合ってしまっているので、で昨年の10月に、はい、地方から新幹線でやっといらして、はい、鎌倉に診療1回受けたら、まずそれまではもういても立ってもいられないくらい痛かった、はい、これが一気に治ってしまうんですよ。はあ、そして今2月じゃないですか、完治しちゃってるんです。何ですかそれ、何ですかそれでしょ。で、なのでやはりこの方の場合はその臨死体験ではないわけですけど、うん、やはり体の情報が一気に書き換わった結果のはずなんですよ。はい、そうですよね。それが、ま、起こり得るということなんですよね。ね、いろんな形でそういうものが起こってきているのが、はい、この方のように、こう手記で発表していただいたり、いろんな方々がこう言ってくださることによって、はい、私たちが学ばせていただける。そうなんですよね。これってありがたいですね。ありがたいですね。すごい、うん、とっても大切なことですよね。はい、うん、なんかこの方が本の中でもおっしゃっているように、魂はそのあるがままでいいという自分を本当は望んでいる、はい、じゃあその望んでた魂がなぜわざわざボディに入るのか、でボディに入ってなぜこんな苦しい体験をしているのか、はい、そこで私たちもがくわけじゃないですか、きっとその辺の回答も書いてあるんだろうな。そうですね。本当にまあ、病気がこれは治る治ったとかの話ではなくて、もっと深いところにある人間ってこういうふうにやっぱり生きるものだぞっていうのをすごく見せてくれてますね。そっか、どうしても私たち普通にこの世の中で生きてると、病気は悪いものだ、はい、治さなきゃいけない、って思っちゃってるじゃないですか、はい、もうこの考え自体が実は違うんだよってことなんですよね。そうなんですよね、うん、じゃあなぜ病気になるのって、それは魂自身が必要としてるからなってる、はい、でそこでさらに治る人治らない人、命を落とす人、この差はどこにから生まれるのってあたりが、多分これから私たちが学んでいく部分なんだろうと思うんですけど、そう思いますね。はい、他にも何かこの5本ならではのことって何かないですか。そうですね、やっぱり4年前か、はい、初来日してくださって、はい、たくさんのお客さん来てくださったんですけど、お目にかかられたんですか。素敵で、本当に、その写真がねホームページとかに載ってるんですよ、病気だった時の。あ、もう、はい、ここら辺がもうパンパンになっちゃって、ね、胸の首のあたり、でそういう方とは思えない、そういう経験があったって思えないぐらいもう美しい、ね、元気はつらつの方でね。でやっぱりね、なんだろうな、本当の意味の自信があって輝いているような感じでしたね。そうなんですね、うん、だから一緒にいるだけですごく勇気を与えてくれる感じ。なるほど、うん、実際来たお客様たちものすごいみんな感動してくださってね。あ、いいな、うん、力ね、元気づけていただいてありがとうっていうお声をたくさんいただきましたね。そっか、うん、まあ、私たちは、ま、次回来日されるチャンスがあって、その時にお目にかかれるかもしれないけども、でもその込められた願い思いは、うんうんうん、この本の中に絶対入ってるはずなんですよ。そうですね、そうですね。なのでここから私たちはわずかかもしれないけど感じ取ろうと思えば、うん、
分けていただけるはずなの で、ね、ぜひとも本を手に取っていただいて、はい、読んでいただいて、そのエッセンス自分のものにしていただけたら素敵ですね。そうですね、そうか。でもやはりその生死の境を乗り越えてらした方、生還された方は強いですね。強いですね、本当そう思いますね。実はね、私の母もですね、がんで、もう3ヶ月持たないっていうお医者さんにやっぱり言われたんですよ。あら。ですが治ってしまいました。え、いつ頃のお話ですか？20年前の話です。20年前って、がんは治らないと言われてた時代じゃないですか？そうですよね。で、本人何があったのって私聞いたんですよ、やっぱ自分の内面がガラッと変わったからだって。理由どうして治ったか、だから本人は知ってますね。ここにもヒントがありますね、今のお話にも、自分が変わるっていう決心をしたって言いましたね。そっか、その決心、そしてそのための準備、このあたりが重要なキーワードかなって思うんですが、まあでもそれだけ知ってても、まだまだ一般の私たちがそれを同じことができるかっていうのも難しいので、そう、経験自分がするしないっていう、またね、はい、そこのところってすごく大事なところですよね。でもこういうご本があることで疑似体験させていただける、そうなんですよね、はい、大きなことだと思います。大きいですね。そうか、すごいな、どうしてくれましょう。また読まなきゃいけない本増えちゃったじゃないですかすいません読んでおいてこんな失礼な話ないですけどねいや本当に本当にナチュラルスピリットさんの本、人生を変える、はい、まさにスピリットという言葉が社名にある通り、そうですね、魂に影響を与えるもの多いですね。そうですね、直接ですから魂にね、はい、うん、なのでたくさん読んでいただいて、ご自身の人生を皆さんにどんどん変えていただけたらいいですね。はい、本日も素敵なお話をありがとうございました。ありがとうございました。来月は第3週に来てくださいね。ごめんなさいなんだかんだとちょっと忙しかったもんで、本当にお待ちしておりますので、来月も楽しみにしてます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。